カポックノットの深井貴章です。僕たちカポックノットは昨年幕開けで好評いただいたコートに引き続き、今年の冬にぴったりのフードジャケットを作りました。空気をまとうように軽くて、しかも暖かい、さらに傘の20倍の耐水圧で雨の日も快適に過ごせる機能がついています。たった 500g でダウンの暖かさを実現できたその秘密っていうのは素材になります。今までの素材とは一線を画す木の実由来の新素材、カポックっていうのを使ってます。カポックというのは繊維の中が空洞になっていて、この中に空気を多く含みます。その空気の層が湿気を吸って発熱する吸湿発熱という効果があります。いろんなポテンシャルの素材なんですけど、その素材の難しさがなかなか実用化っていうのはされてきませんでした。その素材を長年かけてシートにする加工方法を開発し、今回の薄くて軽くて暖かい機能的なフードジャケットを実現できました。カポックは木の実なので木を伐採しなくていい、しかもアニマルフリー、地球の未来を一緒に考える、そんなブランドを目指してます。それがカポックならできると信じています。